アイアン全部ラウネになったからさ。なりましたね。ラウネのレビューしてもらおうと思って。ラウネのレビューやったじゃん。これやってない。あれは、うん、柔らかいシャフトがいいよって動画だから。決してラウネのレビューはしてない、あれは。なるほどね。してないよね。確かに。柔らかいシャフトがいいよっていう動画だった。確かに。スピンが入って、止まったでしょっていう、うん、ことだもんね。そう。そのラウネはネットはやってないもんね。そう、これはラウネのレビュー。オッケー。じゃあラウネのレビュー動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まず、うん、僕が使ってるのは、うん、I105 の S フレックスなんです。いろいろあんの？そう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 。60、67号、90、105ってあるのかな。フレックスもいろいろあるの？フレックスは下の方は要は軽いやつは R と S しかなくて、うん、90と105は S と X。 レビューってあんまりやったことないんですけど。そうだね。何がいいってね、まったりするんですよこのカーボンって。じゃあ普通のカーボンって何って言ったら、うん、すごいピンピンしてんの。もう常にこうピンピンピンって感じなの。もうちょっと待ってよって食い気味に来ないでそんなにっていう。なっちゃう。なっちゃう。だけどこれはね、半歩後ろをこう一緒にこうついてきてくる、こうやって。あれじゃん、昭和の、これ言うとダメだ、あれになっちゃう。わかります。はい、昭和の。そうです、ね。そうです。なんで、ほんとすごいいいシャフト。だから常にちょっとずつヘッドがこうやって遅れてくる。だから、で、かといってインパクトでブニャーンって潰れるわけじゃないし、うん、ちゃんと弾いてくれるし、うんうん、なんかね、イメージとして、柔らかいスチールを打ってるような感じ。かといってそのだるさはないんだよね、カーボンだから。ちゃんとこうアクションを起こしたら反応はしてくれるの、うんうん、なんでわざわざさ、うん、スチールから変えたの？やっぱりね、クリーンに打つのが好きだから、うん、スチールってクリーンに打つメリットってあんまないのね。そうなんだ。そう、意味なくはないけど、カーボンの方がよりメリットがあるの、クリーンで打つんだったら、うんうんうん、ちゃんと飛んでくれるし浮いてくれるし、うん、無駄なスピンが入りづらいのね、うん、だからカーボンにしたの。あとはこのカーボンが特殊だからってこと、他のカーボンシャフトに比べて。そうなの？そう、しなってくれるっていうのがなかったから、しなってくれるカーボンだから、じゃあもうこれしかないじゃんっていう。今まではしなってくれるカーボンのシャフトがなかった。少なかった。もうイメージ硬いからね。あれ、これって出たばっかなんだっけ？まだ 1,2 年じゃない？そうなんだ。だから俺が試合出た時はもうこういうシャフトはないから。じゃあ試合出た時あったら使ってた？使ってたろうね。あ、そう。うん。もともと興味あったから、カーボンって。あ、そうなんだ。うん。すごい、だから、そういうところで、あ、いいなと思って。でも前、なんかの動画で言ってたけど、ほら、アイアンはさ、うん、いろんなことやるから、うん、どっかに特化しててじゃダメだって言ってたじゃん。うん、どれも、なんかできなきゃいけないから、うん、そうよ、そうよ、そうよ。あえてぼかしとくっていうか、そう。その辺も大丈夫なんだ。大丈夫。例えば、しなりがあればね。あ、そう。なんか試合さ、出てる時はさ、もっと多分さ、スイングスピードも速かっただろうしさ、うん、筋力も違っただろうから、うん、そうすると、なんていうの？スチールじゃないとやりたいことができないのかなって思うところもあるけど。スチールもスチールで、127とか使ってたんだけど、グラム。うんうん、110ぐらい使っとけばよかったって今思う。あ、軽くしとけば。な、うんでだろうと思ってたもん。今。ドライバーも 6X 使ってたけど、うん、今 5S じゃない？ 6X からだから 6S、5X、5S って3ランクも落としてるわけよ。そんな3ランクも上にいたの？お前って自分に言いたいもん。たけちゃんにもひろゆきにも言われたけど、やっぱり今のが飛んでんじゃないのっつって。それ言うよね。うん、それはギアもそうだし、うん、シャフトがほとんどだよね。そうなんだ、うん。シャフトに合わせてヘッドバランスとか長さとか全部調整してるだけだから、シャフトがなかったらそれがないからね、セッティングがね。あ、そうなの？そうよ、そうよ、そうよ。あ、そうなんだ。そう。だから、シャフトが軸なんだ、やっぱり。そう。シャフトだよね。だから、シャフトで8割、9割決まるって前も動画で言ったけど、うん。うん。そういう面でも決まる。スペック自体が。そう。セッティングがね。やりたいことできるし、うん。結局、やりたいことできる、できないって、何を大半に言ってるかっていうと、うん、まず、抑え込むことね。カーボンって。スチールはできるよ。うん、カーボンでできなかったの。それって。そうなんだ。うん。シャフトが起きちゃうから、立っちゃうからね。はい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 。ピンって。はいはいはい。うん、やっぱ、こうやって来てほしいんだよね。それが、これができる。
コースで実際できた。だからそういうのがカーボンっぽくないねって俺が言ってるのね。それがまあ珍しいっていうか、うん、これからこういうしなるカーボンが出てくるのかもしれないけど、それにしてもすごくいいな、フィーリングがいいなと思って。それはやっぱり素材とか、うん、その作り方とかの進歩によってできてきたのかな、うんうん、俺このラウネを手にするまでに、俺手にするものって必ず商品説明だったり、うん、人の話だったりそういうものを聞くんだけど、うんうん、俺ラウネが気になってから自分の手元に来るまでに超高速だったから、そういうデータが全くないの、うん、はいはいはい。だから逆にいいの、要は打ったフィーリングだけ。だそれはでかいかなと思って。珍しいじゃん、調べないの。そう、珍しいのよ。珍しいじゃん。だからいくつがあんのってひろゆきに聞いたの。あら、珍しいじゃん。グラム体がね、うん、うん、珍しいでしょ。珍しい。そう、いつも穴開くほどさ見てさ、自分から言うんだから、え、何と何と何と何があるでしょだから俺これがいいんだよねってひろゆきに言うの。お前メーカーかってよく言われたのそう、だからそういうのがなかった。なかった。珍しいじゃん。そう、だからデータよりも先にクラブが来たから、感覚の方が先だったんだ。感覚の方が先だった。手に来る。そう、だから文句がないのよ。要は全て自分の感じたままのことを言えるから、うんうん、先にこれはこういうシャフトだよって言われて、うん、フィーリングが違かったら文句になるわけじゃん、うん、あ、そういう感じしねえよってなったんだ。そうそういうのがないの。だから全部こういう感じなんだっていう感じ。あ、ラウネってこうなのねになるわけだ。そう、ただの意見なの。はいはい、文句にはなんない。はいはいはい。うん、あ、じゃあ、ラウネがどういう風に売り出してるかは知らないけど、俺にはこうで、それが良かったから、じゃあ使おうって感じ、うん。そう。だから自分のフィーリングと違かったら使ってないかもしれないし、うん、うん。でもそれが良かったから変える気がないっていうか。そんないいんだ。いい。ひろゆきも言ってる。俺も多分ずっと変えねえんじゃないかなってひろゆきは言ってる。ひろゆきは90なんだけど、うん。で、俺迷ったの90と。うん。ひろゆきの打って、すっげえ良かったんだよね。うんうんうん。だけど切り返しの感じる重さが自分の想像してたものよりもちょっとだけ軽かったの。あ、だからそう、だから105を打ってないけど105にしたの、うん、そしたらドンピシャ。あ、そう、あ、ここの感じ、ここの感じ、ここそう。で、そっから切り返しが決まってくるとここが決まるからね。だから切り返しで全部分かんないもんね。そう。もうナイスなのか、そう。だから、フィーリングがいいんだよね。抑えるのも、フルスイングも、強いのも、軽いのも、打てる。だからそれがすごいいい。柔らかいから？柔らかいし、動きが速くないからね。あそこか。できるんだよね。うん。まあ、柔らかいからなんだけど、それはでかいね。アイアンで。フルクラブじゃないから。はいはい、はい。うん。それで待ってくれるっていうのが、大きいかなと思うけどね。でもラウンドした時思ったより飛んでたのは、それは何だろう。あ、やっぱり振り抜きがいいからね。やっぱこのタイミングがいいから、バンバンっていう。あ、うまく打てるから飛んじゃうんだ。うん、そう。適正ロフトが適正ロフトで、もうドンズバ入ってくるから、こう、ビターンって。そっか。うん、あとは、まあ、来角調整とか、うん、まあ、ロフト角をちゃんと調整して、ひろゆきに全部やってもらって、うん、それが抜けが良くなったんだよね。突っかかんなくなったの。だから、ハンドファーストにしないから、突っかかりはもう最悪なんだよね、俺の場合。それがなくなったの。だからこう、スパーンってヘッドが前出るようになったから、うん、飛ぶんだろうね、やっぱり。ハーフトップね。そうです。だからよりカーボンの方がハーフトップやりやすいからね。そうなんだ。そう。しなってパーンってくるから。あ、そうか。そう、下に行かないから。そういうのも含めて、すごく絶賛なシャフト。で、まあ、カーボンシャフトにしては値段もそんな高くないし、うん。うん、すごいおすすめなんですよ。本当にグラム帯によっては普通の構造になってるシャフトと一本取りシャフトと両方ラウネはあるんで、うん、あのそれはすごくいいよね。一本取りっていうのは全部同じシャフトね。でカットの仕方で番手を変えるっていう、うん、それなんかすごいおすすめよね、ショートアイアンでターフ取りたいとか、うん、ロングアイアンでしっかり振り抜いて高さ出したい人なんかは一本取りシャフトにしたら、うん、まあ、ほぼほぼ解決するから、それはすごいおすすめ。あれでもそれ重さによって一本取りがある。あ、そう。ね、90と75かなが確かあるんだよね。105はない。105はなかった。あ、なかったんだ。あ、試してみたかったけどね。でもこれがそれ、全然良かったから。あれだって今まで、うちの動画見てくれて、うん、ダイモンに。いや、結構行ってるから。ラウンドの注文殺到してんでしょ。うん。ひろゆきがね、
毎回 LINE くれて、うんうん、またワンナップゴルフ見てきましたっていうお客様がいらっしゃいましたっつって、あれでもカズさんからね、ないんだよね。ないよね。ないないないよね。コーラの1本ぐらいね。難しいね、うん、ないんだ。そう、それかあの吉牛が大門の下にあるんで、あるね。そう、俺とトル君特盛り ねないんだ。1杯ずつぐらい欲しいよね。そうだね。お願いします加藤さん。本当ですよ、あそこまで行く高速代の方が高いから。あのただ一つ言えることは、送り込んではないんですよお客様を。ただただトル君と俺がいいものはいいって言ってるだけで、やっぱり気になってくださって行って、うんうん、くれる方もう一番最初にラウネうんちゃらくんちゃら言ってから1ヶ月弱ぐらい経つよね。そうだね。そっからレッスンでもうラウネ入れて、うん、入れてきましたって言った人も3人いるから4人かないるから。早くね。早い。俺より早いよ多分。もうラウネ T シャツ作ろう。間違いない。それ怒られちゃうかな、グラファイトに。いや、カタカナかひらがなだったら大丈夫でしょ。そうだね。そう、ちなみにラウネって狙うから来てますからね。あ、そうなの。そう、か順番変えただけ。絶対そういうのばっか知ってるんだから。うんちかだから。そうそうそう。ほんであれでしょ、これレビューなのに一球も打たないで終わんでしょ、このまま。あ、そうだ、打ってない。打つ？いや、いい、大丈夫。そこだよね。その、打つっていう質問もおかしいし、大丈夫っていうのもおかしい。何球か打とうか。え、じゃあさ、うん、一番手ずつさ、一球ずつ打ってあげて。オッケーオッケーオッケー。もう大サービスだよ。ウエッジも？ウエッジも。ウエッジか。ウエッジも。はい、じゃあ、58。もうボール代払えないんだから。はい。じゃあ1球ずつね。じゃあ全部まっすぐ打つね。うん。それ 58?58 です。52。もうあの打った瞬間いいからボール見ないからね。ピッチングです、ピッチング。いい。いや、いい、いい。逆に文句何って感じだもん。9番です、9番。またこれあれじゃないの、4番まで全部ノーカットじゃないの。そうだね、うん。8番です。何番まであるの？5番？ 4。 4？ 長い。長いでしょ。7。意味あんのかなこれ。1個ずつ。ある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 ？うん。いや結構打ってるよこれ、うん、ワンナップにしては。そう、6。移動が疲れちゃう。そうだよね、うん、5です。4優です。あ、4優ね。お疲れさまでした。あの4優だけ90が入ってるんですよ、うん、の S、うん、ただこれ4番アイアンのセッティングなんですけど、うん、5番アイアン用入れてます。105の同じ番手と90の同じ番手、うん、2つとも同じ番手だと
90のがもちろん柔らかいんですよね、うんうん、なんで4U だけちょっと楽にしたいんで90入れたんですけど、90の4番ヤン用だとちょっと柔らかいんですね、105の流れからすると。なんで5番ヤン用のシャフトを 4U に入れて一番手ずらして硬くしてるんですね。ちょっとそれでウエイトだけ落とした状態、張り感は一緒にしてセッティングとして組んでるんで、これおすすめのセッティングですね。もし4番ヤンを抜いてアイアン型のユーティリティを入れるんだったら、こういう入れ方をすると同じ硬さを出せるんで、これはおすすめのセッティングになります。浮く、飛ぶ、とにかく優しい、すごい楽です。そういう印象を受けました。ハイブリッドは U を入れたんですよ。 3U が 75S で、うん、4U が 85S、うん、でこれなんでラウネにしないのって話なんですけど、うん、ハイブリッドのラウネの75、85って75と85のそのトルクの差だったり、うん、しなり方の差がすごいあるのね。なんか別物みたいな感じで、値段は一緒なんだよ。だけど、うん、85から急にハードになるのね。で、逆言えば75が急に優しくなっちゃう。だからその差が大きくてやめたの。うん、ああ、そうなんだ。そう。で、両方85、85にしようとも思ったんだけど、うん、それもなんかちょっとフロー感が欲しいから、うん、やっぱり75、85にしたくて、うん、で、ひろゆきに相談して、二人で決めて、うん、で、U だったら、うん、75も85も差がないわけ、あんまり。ウェイトの差だけで。うん、だから、ハイブリッドだけラウネじゃなくて U の85、75にしました。これはすごいラウネにしようと思ったんですけど、しょうがないですよね。スペックの変化なんで。フルセットをラウネにしてラウンドも行きましたけども、すごく感じが良かったです。で、自分なりのヘッドバランス D1.5 なんです全部で、すごいいい感じで触れて球も飛んで浮くんで、ぜひ興味があったらですね、ダイモンパフォーマンススタジオの方に行っていただいて組んでくれますんで、もうそろそろラウネ慣れたんじゃねえかな、入れんの。そうだね、入れまくってるからで、来るのが早いですよ、ダイモン。次の日来るんで、でそっから組むんで、まあ、全然早くやってくれるんで、すごくおすすめです。なんで、あの注文入れれば、あのこのグラファイトデザインのグリップも入れてくれるんで、これいいですよ、そのグリップ。すごく滑んなくて、これ糸入り、コード入りなんですけど、これいいですよね。すごい。あ、本当に今回あの、ちゃんとしたレビューかどうかは知りませんけども、レビューを ZX75 以来撮ってみました、うん。今後もですね、話題のクラブをレビューしていけるチャンネルになっていけたらなと思います。あんまやる気ないよね。ないんですよ。ないんですよ。でも、唯一やる気としては、ワンナップコンペをやるときに、商品にしたいんで、うん、そうだね。そう、レビューとしてね、そうだね。買わせていただいて、そう、褒めちぎって、商品として。そうだね。そう、ブービー賞、優勝はまた違うもので、うん、いろいろ決めたいと思いますんで、ぜひ、その時はご参加お待ちしております。レビューやりました。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。